へい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 、はあ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 、うん。久しぶりの曲がね結構あるの、セットリストなんですけど、これがで、リリカとかセレナートなんて本当久しぶり。あまり大さねいよろへいえねやいやねきたへねやあまりたいそんねいやめきえありたみやさんねへはあまりたいそんねいよへいねいやめきたへねやあまりたいさねいやめきえありたみやさねすごい恥ずかしい。これはダメですよ。これなんか意味わかんないこと書いてるからマジでダメですよ。モザイクかけますから大丈夫です。本当ですか、うん、そうやってかけなかったりするんだろうなと思って信じてない、うん、大人は嘘つきですですよね。あまり大さめいよろへいえめやさらびしらずっと歌ってるとね、なんかね、だんだん煮詰まっちゃうんですよね。喉も頭も。だから、やっぱり、それこそなんか喉だから、楽器だと5時間とか6時間とか、ね、8時間とか練習する方もいると思うんですけど、やっぱ、歌はそこまで歌えないから、一回集中でちょっと諦めて、それ持ち帰るっていう風にはしてます。危ないから。なんか血入っちゃいそうだから許せないもう一回とかになっちゃうから。こっちの音なんですけど、こっちの音なんですけど、これでやると音色が暗くなるんで、自分の癖的に1オクターブ上で弾いて歌うようにしてて、突っかかるとこしかないですけどね、基本的に下手なんで歌う。Yeah.
からやりたいとかある？セレナートはドア。あ、どちらでも。したらじゃあセレナートのさ、頭の造語とかの雰囲気がさ、うん、久しぶりだと、うん、一回頭だけやって止めます、はい。あまりたいすめいよろへいえめやさらびしなめたへやあひめやへめあまりたいすめいやめきえたりたびやすめさあ最後のアクサーあの、うん、今回クレッシェントしまへんか、うん、ちょっと最後のふわっとこう3からどう最後の3つから1拍ぐらい、うん、はい、わかりました。クレッシェンド入れてスパッて切るやつ、うん、あの例のやつ。例のやつ。ハッて切って。なんだっけ。例のよくやるやつ。よくやるやつ。あれにして、うん、で、わっちゃんがソロで入る。はい。こうカラフィナの音楽のやっぱりすごくこう印象なんですよね。世の中の